こんにちは、ウエストコトです。こんにちは、ヤマホです。はい。今日のテーマは、初めてのクーラーボックスの選び方。はい、クーラーボックス。はい。いろいろね、サイズ感であったりとか、うん、まあ、保冷力の違い、うん、まあ、お値段もね、やっぱりばらつきがあったりで、そうですよね。すごいね、いっぱい種類があるんで、いっぱいある。どんなものがね、あるのか紹介していきたいと思います。はい。今日の内容は、はい、こんな感じです。選び方、3つのポイント。はい。家族で使うおすすめクーラー。はい。気になるプレミアムクーラー、はいはい、こんな感じで進めていきたいと思います、はい、ですがその前に、はい、クーラーボックスの使い方なんてありますか？私入れてるだけですけどそうですね、蓋開けて入れるっていうんではなくて、はい、いろいろね、クーラーボックスの使い方のコツというか、コツ性能を最大限に引き出すための、うんうん、まあ、基本というのがありまして、はい、ちょっとおさらいしながらいきたいと思います。いいですね、はい、はい、まずその1、保冷剤は最後に乗せる。まあよく知ってる、これは知ってるよって方も多いんですけど、まあそっか、まあこういう保冷剤とか、はい、板氷とかね、はい、氷もそうなんですけど、冷気ってね、上から下に比重が重たいんで、暖かい時よりも下に行くんで、まあ上にクラブスの最後の方に乗っけて、はい、食材を入れてから乗っけて、うん、乗っけていくと、はい、冷気がね、下の方に落ちていくんで、効率よく全体が冷える、はい、っていうふうな考え方で、まあ、考え方なんですけど、まあ、絶対にこうしなきゃいけないわけじゃないんですけど、クーラーボックスを全体に冷やすためには保冷剤を最後に入れる。そうなんですね。なんとなく下に入れがちですけどね、入れやすいからっていうので、うん、それもね、まあ、考え方であって、うん、まあ、一番下に保冷剤入れて、うん、それにまあ絶対こう冷やしたいお肉とか、キンキンにしておきたいものを下に入れてって、ね、上はなんかちょっとその常温っぽい感じでも平気だなってものを上にするんであれば、下に入れてもいいんですけども、はい、一応基礎知識としては、上から下に冷気が落ちるんで、うん、上の方に乗っけるのが一応基本ではある、はい。はい。こういった感じです。基本ですね。はい。はい、まあ、ちょっと最初の方ですね。はい。じゃあ次は。あらかじめ冷たいものを入れる。はい。はい、これなんですけど、やっぱりね、あらかじめこう冷凍してあるものとか冷えても、うん、まあ、スーパーにねキャンプ行く直前に買い出しすると、はい、うん、飲み物とか常温で売ってるものとかもよく常温でね、ありますもんね。当然なんですけども、はい、そういったものを入れると、まあ、保冷剤とか氷の溶けが早くなるので、うんうんうん、できれば、まあ、買い出しにするときは冷えてるものを選ぶとか、うん、前の日とか事前にお家に買っておいて、あ、ちょっと冷やしておいて、冷蔵庫に冷やしておいて、なるほど。で、冷凍できるものはなるべく冷凍しちゃう、はい、まあ、お肉とかね、ソーセージとか、うんうん、そうですよね、うん、冷凍するとこう味が落ちるなって気がする方は、まあ、そのままでもいいんですけども、うん、なるべく凍らせても平気なものは凍らして、ね、それもまた保冷剤になるんで、なりますね、凍らしておけば、うん、こういったものも基本の一つとなります、はいはい、その次、はい、なるべく開けない。これ難しい。これね、簡単な単純なんですけどやっぱり開けるたんびに、はい、クーラーからね、冷気が逃げて、ね、お釣りのようにぬるい空気が入ってきて、ね、封印するとまた一生懸命保冷剤がそれを冷やそうとして溶けていくっていう現象が起きるので、はいはい、あんまりたくさん開けない、まあ開けなかったら使えないじゃんって思うかもしれないですけども、うん、やっぱりね、よく開け閉めしてるのね、はい、子供さんが多いですよね。いや、そうですよ、もうジュースとかちょっと冷たいお菓子とか出すときに、そうなんです、そうなんです、で開けてる時間とかが長い、そう、開かしたりして、ね、気持ちいいからまた開けたりするんですけど、うん、そういった心配ある場合はちょっとサブにね、はい、子供さん用とかではないですけど、クーラーバッグとかこういったものサブ で、 そうですね、ちょっと頻繁に出すものとかはこっちにしとくとか、うん、渡しちゃってもうこれ好きにしなさいって言って、うん、ジュースとかあちょっとぬるくなってもいいものを中心にして入れて、こっちは大事なものも、まあ、そうですね、キャンプであったりとか、うん、まあ、長期間保存して、うん、保冷力をしっかり持続させたい場合は、ね、お肉ね、あんまり開けないでねっていうふうに、子供さんとかあんまり頻繁に用がないものを入れて、そうか、そういう工夫ができるんです ね、 そうですね。あとはまあお野菜とかね、はい、まあ、スーパー行ってもそんなにキンキンに冷やさないじゃないですか、うんうんうん、なんでまあちょっと常温よりもちょっと涼しいぐらいでいいものとかは、はい、まあ、ソフトクーラーに入れて、はい、まあ、出し入れが頻繁なものとかあんまり保冷力のいらないものは、うん、ソフトクーラーに入れて、あ、でこちらの方はね、夜まで取っとくとかいうような使い方をすると、はい、なるべく開けないができますね、はい、そうすると、まあ、開け閉めね、まあ、うん、夏の冷蔵庫と一緒ですね、お母さんにすぐ怒られて、すぐ閉めなさいっていうのと、怒ります、クーラーボックスも全く同じというお話でした。はい、はい、次は、はい、置くときは日陰を選ぶなんですけども、うん、まあ、キャンプ場とかバーベキュー場とか、はい、海行ってもそうなんですけども、日向に置いておくのと日陰に置いておくのでは全然またクーラーボックスが、うん、持つ熱というか受ける熱、そうですね、氷の溶けが違うので、はい、例えば海にね、はい、日帰りで遊びに行くときもパラソルの下に置いてあげるとか、うん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 、あとはお車の中でも、はい、まあ、フィルムをね貼ってる車も多いと思うんですけども、うん、それでもやっぱり日光って結構当たるんで、そうですね、長期間ねしっかり冷やしたい場合だったら、はい、そこからさらにレジャーシートとか、あ、上からちょっとかぶせてあげ て、 かぶせてあげると、まあ、ちょっと口の気密もさらにね良くなったり、まあ、逃げる冷気が抑えられたりとか、うんうん、やっぱり日陰になるんで、はい、全然持ちが違います。あ、そうなんですね、やっぱキャンプでもやっぱキャンプ場でタープの下とか、うん、木の陰とか置いて、うんうん、さらにそういうシート何か
またかぶせてあげてあげると、うん、あの持ちが良くなりますので、それいいですね、すぐできるし、うん、そうですね、うん、まあ、使わないようなブランケットってあると思うんで、そうですよね、そういうのをこまめにかけてあげるとあのより氷とか保冷剤が持ちします。はい、はい、次5つ目次水拭きなどでクーラーの熱を取る、はい、これはですね、あんまりやらないと思うんですけど、うん、あのクーラーボックスをまず使う前にちょっと遡ります、はい、お家出かける前の準備してる段階、はい、準備の段階、あのクーラーボックスを保管してるお部屋とか、はい、お家によっては車庫とか納屋みたいなのを置いてる場合もあるかもしれないけど、うん、そこはやっぱり炎天下ですごく室温が高くなってる場合、うんうん、クーラーボックス自体が熱を持ってる場合があるんですよね。あー、そっか、うん、ありますね、クーラーボックスが熱い状態で氷や保冷剤入れても、うん、クーラーの熱でもうちょっと矛盾した感じがするんですけどそうです、ね、クーラーボックスのせいで氷が溶けるっていうのが落ちかねないので、うん、あんまり冷やったら水かけちゃって、はい、いっぺん流して拭いてあげるとか、冷やしてあげて、うん、なんかね、お出かけになる前にね、ちょっと玄関にね、はい、空のクーラーボックスね、置きっぱなしにして1時間とかほっとくとそれだけで熱くなっちゃうかもしれないので、そうですね、夏はね、そういう時はちょっとこう水で冷やすとか、うん、まあ、使う前にも日陰に置いとくとか、うん、まあ、ちょっと神経質なんですけど、万全にすごく暑い時にしっかり冷やした場合はそこまでこういったものも一応、うん、あの基本として、はい、クーラーの性能を冷やすために必要なものです。わかりました。はい、で6つ目、はい、隙間なく入れると保冷力アップ。そうですね、よくね、冷蔵庫で言うと、うん、冷蔵庫ってちょっと隙間を置いて風通しをし、うん、よくすると冷えが早いとか、はい、あと電気代の消費が抑えられるとかってなって、ね、うん、冷凍庫は逆にビッチビチに入れると言いますよね、お互い冷やし合うから、い、ね、うん、あの補い合って、うんうんうん、まあ、冷えも良くてあの電力消費が抑えられるってなるんですけど、はい、クーラーは冷凍庫タイプです。あ、じゃあビッチビチにした方がいいんですね。そうですね、たくさん入れた方が、うん、あの持ちます。であの冷凍庫のように冷やし合うっていうのもありますし、うん、やっぱ当然開けるんです、開けるなって書きましたけど、やっぱ当然開けなきゃ使えないので、少しでも開けた時にあのクリアランスというか隙間があると、うん、そこの隙間に溜まっている冷気が開けた瞬間に、はい、まあ、どうしても、まあ、下に比重に行くって言ってもやっぱりちょっと出るわけですね。まあ、そうですね、少なからず出ますよね。そしたらぬるい空気が入ってきて、入っちゃう、ぬるい空気と冷たい空気を入れ替えて出したわけですよ、うん、あ、そしたらこのぬるい空気をあの冷たくするためにまた氷や保冷剤が頑張ってこう冷気を送る、うん、そうですね、っていう形になるんで、うん、あのその隙間が少なければ少ないほど、うん、あのクーラーボックスの性能は高まります。うーん、なんであの、まあ、もともとね、原理としてちっちゃいクーラーボックスの方がよく冷えてるように感じるというか、うん、これ長持ちするんですけど、はい、大きくなればなるほどやっぱりその空気の隙間が入りやすかったりとか、食材同士の隙間もできるんで、そうですね、やっぱり大きいクーラーってあのちょっと保冷力がよく感じやすいんですよ、うん、すごくよく作っても、うん、そういったものにはやっぱり隙間なく入れてあげるっていう工夫をすると、はい、うん、やっぱだいぶどん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 大きいクーラーの方ね、振り幅が大きいですね。あ、そっか、今日は冷える今日は冷えないみたいな。あ、なんか大きいといいかなって思ったけど、思うけど、うん、まあ、それはねたくさん入ってればいいんですけど、そうですよね、そうじゃない時が大変ですね、うん、なんか今日、まあったかさもあるけどすごく氷の溶けが早いなって感じる時は、うん、あります、意外と、ね、あります。半分とか7分目ぐらいしか入れてない時かもしれないですよ。あ、そうですね、いっぱいいっぱい入ってる時は、うん、もちろん気温とかの、ね、影響が一番大きいんですけど、それもあるかもしれないけど、こういったことがあるんですよ。へえ、そっか、なるべく多めに入れてほしいと、隙間なくね、で、はい、おさらいすると、まあ一番、保冷剤は最後にのせる、はい、であらかじめ冷たいものを入れる、はい、なるべく開けない、開けない、置くときは日陰を選ぶか、はい、まあ、何かかぶせてあげる、うんうん、で、ですね、水拭きなどでクーラーの熱を取る、まあ、暑い時ですね、はい、クーラー自体が熱を持っているのでしたら拭いてあげると、うん、で隙間なく入れると保冷力アップと、はい、まあ、こういったものは基本をねまず踏まえた上でクーラーボックスを選んでいただけたらと、ここまで深く考えてなかったです、はい、今まで。そうですね、いくつかはね、うん、知ってる方もいらっしゃるんですけど、そうですよね、全てをね網羅している方って少ないかと思うで、うん、でも全部すぐできることなの で、 そうです、ね、いいですね、うんうん、別に無理な、ね、ものを使ってなんかするってわけではないので、そうそうそう、ご利用いただけたらと思います。はい、でそこで、はいはい、また戻りました、はい、選び方3つのポイントですね、はい、入っていきます。はい、じゃあこの3つから、はい、じゃあ1、断熱レベルで選ぶ、はい、2、適正サイズ、3、タイヤは必要、まあ、ちょっと、ね、はい、選び方この辺から、ちょっとご説明していきたいと思います、はい、でですね、まずは断熱レベルで選ぶ、はいはい、ちょっとこうね、マトリックスみたいな感じにしたんですけど、こんな感じで上に行くほど値段が高い、下に行くほど価格が低いと、はい、で、青い方保冷力が高い、こっち側に行くほど高い、右に行くほど保冷力が高い、はい、左は保冷力低いという感じで、まあ、一応5個ぐらいのクーラーボックス、はい、今出てますね、出てるんですけど、はい、僕らはね大体4段階ぐらいで4段階あのクーラーボックスのレベルというか、はい、違いをご案内してるんですけども、はい、まずね、一番手前にあるのですね、この子ですね、値段も低いけど、はい、保冷力が低いというタイプ、はい、まあ、現物実際ここにあるんですけど、うん、まずはですね、これなんか説明書きがあるんで、はい、ちょっと見てみましょうかね、はい、ですね、蓋開けるとこういう説明書きがあって、はい、ですね、ここかな、うん、断熱材、
発泡スチロールって書いてあります。うん、書いてありますね。はい。はい、これはですね、一番手頃なものっていうのは、発泡スチロールのパネルというか板が、うん、この平たいところ、これであれば、1、2、3、4、5、6面。板のようなものが、こう、スコスコスコッと入っているっていうのが一番シンプルで、うん、こんな手ごなクーラーボックスなんですけども、はい、やっぱり今言った説明だとこの隙間空いてるんですよね。ああ、そうか、こことここには入ってるけどここには入ってないから、角角の面に保冷剤が入っていないので、うん、その隙間からやっぱり冷気が逃げちゃうんですね、放出してしまうんですよね、うん、それでやっぱ製法はね簡単なんですよね、うん、こう二重構造のね箱の中に板を入れればいいだけだから、まあ、量産性が高くてコストが抑えられる、うん、代わりにやっぱりちょっと保冷力が低い。なんで、そうなんですね。うん。やっぱりこれだと日帰り用とかですかね。時間が短かったり、うん、お昼までっていう感じ で、ね、飲み物とお弁当っていう感じで、うんうん、涼しい時期でしたらね、キャンプの一泊でもありえるんですけど、やっぱりどうしても日帰り用っていう感じですかね。うん、そうですね。はい、でその次が、まあ、このちょっとグリーンのやつを。こちらですね。はい。はい、ですね。はい、こちら一応コールマンの、エクスカーションっていうものなんですけど、はい、これ一つ持ってきました。はい、で、今度はですね、こちらの方は見てみると、はい、ですね、発泡ウレタンって書いてあるの分かりますかね。発泡ウレタン。あ、書いてありますね。発泡ウレタン。どこだ、あ、これだ。ここですね。断熱材が。あ、面白いかな。発泡ウレタンってちょっと、はい、まあ、書いてあります。わかりにくいですけど。どうですかね。はい、うん、あ、見えた見えた見えました、はいはい、これはさっきの発泡シロールと違うのは、はい、ちょっと違うんですね。そうですね、これ最初液状の、はい、ここかな、ちょっと穴が開いてるあたりがあるんですけど、液状の発泡ウレタンをこう、はい、なんすかね、歯磨き粉とかマヨネーズみたいなですかね、ギュッて液状なものを注入して、なんかシュークリームみたいな感じですか。そうです、そうです、入れていって、うん、今度はさっき言うよ、隙間がないですよね。こう角角にも、そうか、ここにも入ってるから、うん、全体にそこのこう角にもまんべんなく入るんで、うん、で厚みもやっぱりあるものが多いですね、うんうん、発泡シロールよりも。なんでこちらの方が、まあ、ボディの保冷力というか、はい、隙間がないんで、うん、ワンランク上のレベル2という感じですね、うん、断熱力があるので、はい、先ほどのこちらのものよりも発泡シロールって書いてあるものよりもウレタン、発泡ウレタンって書かれてるものの方が、はい、保冷力は高いと。そうですね、隙間なく入ってますからね、うん、ちゃんとお値段的にやっぱりこっちだと 2,3,000円かなっていう感じで、はい、やっぱりウレタン注入式っていうよく言われ方するんですけど、うん、ウレタンのタイプだと 5,000 円前後かなっていう。そうですね、うん、4,5,000円ぐらい、うん、なんでちょっとレベルアップしてます、はい、ただこれもレベル2で、うん、ちょっと大きな弱点があります。何でしょう。大半のものは、はい、実は蓋には断熱材入ってないです。あ、ここに入ってないんですか、うん、こっちは入ってるけど、ね、ここはないんですけど、こっちは低い音する。本当だ、音が全然違いますね。こっちからなんですよ。スカスカな感じがね、これね、叩くと分かるっていうのもあるんですよ。そうですね。ちなみに発泡スチロールの方は、はい、こっちはね、これのタイプは入ってます。でもね、やっぱりこっちに負けますね。ここの分があるから。あ、やっぱここ大事なんですね。発泡シロールはやっぱ簡単なんで入れちゃうんですけど、結構ね、ウレタンのものはね、入れないものが多いんですよ。なんでだろう。さっきのね、まあ、原理言いますけど、冷気は上から下に落ちるんで、はい、下の方がきっちりと逃げないように埋まってれば、冷気はここから出ないからいいでしょっていう考え方で、まあ、上からは逃げにくいよっていう考えなんですね、うん、でもやっぱりね、直射日光とかで熱を持ったりとか、うん、外から入ってくる熱はありますもんね、うん、なんでこれもレベル2とはいえ、うん、暖かいシーズンのお泊まりのキャンプではちょっと不安があるかなという、うん、2日目不安ですね、ちょっとね、うん、涼しい時期でしたらね、いいんですけど、そうですね、やっぱり夏の8月のキャンプってなると、うん、ちょっと不安があるかもしれないっていうところです。はい、でその次が、まあ、こっちのグループになってますね、はい、こっちのグループになると、はい、これだと同じように発泡ウレタンなんですけれども、はい、蓋の方に断熱材が入ってる。ここにも今度入ってくるんですね、はい、こっちも取ってもらっていいですか。これですね、はい、はい、こちら、これね、コールマンのやつで、はい、ちょっと持ち上げてみようか、はい、ほぼ同じクーラーだと思うんですよ、うん、でこっちは僕が持ってるのはエクスカーション。そうですね、で山穂さんが持ってるのはエクストリーム、はい、で名前がまあ違うんですけど、うん、蓋の厚さが違いますよね、これね。あ、高さが本当だ、見た目で違う。蓋が厚いんですよね。そうですね。でやっぱ叩いてみてほしい。硬い音します。あ、こっち響きますね。違いますね、全然違う。音で調べろっていうのも、まあね、お店でこうクーラーボックス叩き始める人が出てきちゃうと悪いんですけど実際にはこっちはウレタンフォームって書いてあるんですけど、はい、こちらの方はね、ここがサンブロックみたいなマークありますね。あ、これですね、これ。てっぺんから太陽を弾いてるマーク、はい、矢印があります。うんうん、ここですね、ここ。ここ、うん。これがついてるっていうのは
蓋に自信がありますよって意味なので、あ、じゃあこっちもしっかり入ってます、断熱材入ってますよってことですね。コールマンのポリタイプですとこのマークがついているものが、はい、蓋にも断熱材が入っているタイプとなるので、コレルは、まあ、僕らの感覚ではレベル3、はい、お泊まりに対応するクーラーボックスはここからという、あ、お泊まりここからですね、うん、はい、メーカーによってはね、その断熱材がどんな風に入ってるかって写真がね、ポップについてたりとかもするんですけども、うんうんうん、まずこういったところ、まあ、ちょっと軽くね傷がつかないときにちょっと探してもらうのもありだし、表記がないものもたくさんあるんで、そのあ、そうですよね、してあるけど、ね、うん、ただ昔はねこっちのエクスカーションの方でも、はい、それと同じようなアイコンがついていて、こっちは太陽突き刺さってますよみたいなマークが入っていたんですけど、いつからかね、こちらの蓋に断熱が入ってないタイプにはマークがなくなってしまったんで、なくなっちゃったんですね。いいやつにだけいいですよって書いてるんですけど、あ、そんなでもないやつにはそんなでもないですって書いてないんですよ。書かない方がいいと思ったんでしょうね、うん、きっと多分、まあ、2020年のコールマンだと、はい、ここから上のクラスになるんで、うん、まずはこの水色っぽいやつ、はい、買ってもらえれば、うん、断熱はかなり上級クラスのもの、そうですね、お泊まり安心していけるレベル、うん、ですね、また蓋の厚さがねだいぶ違います。そうですね。こうやって比べると。でもこれ言われないと分かんないですね。そうですね。結構ね、ご存知ない方も多いんですよ、うん。なんかただの色違いかなって思っちゃいますもんね、うん。結構ね、お店でも案内されてない部分なので。そうですね。うん、これは覚えておく。これは覚えておいた方が絶対いいです、はい。お値段がだいぶ変わってきます、ね。そうですね。あとね、ちょっと面白いんですけど、はい、これね、コールマンのエクストリームで、はい、これ、大きいやつ70個とか70リッターぐらいの、うん、65ぐらい、5リッターぐらいの大きいやつですけど、はい、こっちはスチールベルト、はい、コールマンのやつなんですけど、これでいくと保冷力が高い方にエクストリーム来てて、あ、そうですね、でスチールベルトが値段が高い方には来てるけど、うん、保冷力が高い方に来てなくて、そうですね、値段に実際こんなに差はないんですけど、はい、実はエクストリームの方がお値段が、うん、要するにポリタイプの方が同じぐらいのサイズでも、はい、ちょっとスチールベルトよりもお安いんですけど、うん、保冷力高いです。なんでですか。逆かな、お値段は結構違うけど保冷力はちょっと良かったりします、うん、これはね、単純に断熱材 の肉厚の違いですね。あ、そうなんですね、うん、こっちの方がね厚くなってるんで、あ、よかった、私持ってるのこれです。あ、そうですか、うん、これはねいい方なんですよ。あ、よかった。これはねコールマンさんも認めていて、まあ、スチールベルトも蓋には断熱入ってます、大丈夫です、うん、入ってるんで、もちろんいいものです、うん、お泊りに十分対応できるんですけど、エクストリームの方がやっぱりこっちのねポリタイプの方が、まあ、年々いろいろねリニューアルしたりとかして、まあ、最新バージョンなんで、はい、ちょっとやっぱりねクラシックなタイプよりは一歩先を行ってるんですけど、でも実際どっちも保冷力いいです。まあ結構ね離れてるように見えますけど保冷力はほとんど近い、うん、ほぼちょっとこっちの方がいいです。でちょっと安いから、あ、そうか、実用性で考えればエクストリームの方が、うん、コールマンの中ではいいんです、実用性保冷力は高いです。でもやっぱりデザインもかっこいいし、いやデザインかっこいいですよ ね全然、うん、全然こんな感じなんですけど、全然スチールベルトもありです、うん、はい、まあ、さっきのね6項目の使い方なんかを覚えてもらえれば、うん、全然スチールベルトも保冷力も高いです。そうです、ね、クーラーボックス、はい、あと豆知識なんですけども、はい、コールマンのクーラーボックスってこうやって引っこ抜いてこう開けるようになったか、こうやってね、そうですね、何もついてなくてこうやってただ開けて、こういうこういうねバックルみたいなものとか、ね、ロックできなくて大丈夫なんですかって言うんですけど、うん、なんか漏れないかなって不安がある。実際ね機密は十分良くて、でコールマンのクーラーボックスは全部、うん、はい、こういうロックはついてないです。なんでつけなかったんですかこれ。理由はですね、はい、アメリカのメーカーじゃないですか、はい、向こう行くと、まあ、こんなちっちゃいクーラーボックス全然使わなくてもこれの3倍4倍100リッターとかその使うんですけど、子供さんかくれんぼして入っちゃうらしいんですよね。あ、この中に、うん、でロックをうっかりかけちゃうと確かに気づかずに出てこれなくなるという事故がやっぱりあるっちゃあるそうで、そうですね、コールマンのクーラーボックスは全部中からバンと、うん、押せばこれだったら中うっかり入っちゃってもそうですそうですよいしょってやれば出てこれるということで、ね、ロックは、うん、近年のものについてなくて、スチールベルトってもこう鍵みたいについてますけど、うん、実はロックした状態でも思いっきり強く引っ張ると開きますか。完全ロックじゃないんですよ。あ、そうなんですね。なんか仮ロックみたいな感じで開きにくくなるだけで開かなくならないんですよ、うんうんうん、まあ、そういったところで一応安全性を考えてのことなので、そうですね、ちょっと安心です、うん、なんかね、まあ、ロックはね、うん、なくても大丈夫ですし、まあ、理由はそういったものがある。うーん、あ、それでなかったんです ね、 へえ、まあ、これはねコールマンだけの考え方なんで、うん、そのうちのクーラーボックス入ると出てこなくなるんで、うん、中入るのはコールマンのクーラーボックスだけにしてください、まあ、どっちにしろ入っちゃダメです、はい、入っちゃないですけどもし入るならもし入るならね、はい、こういった感じで、あとは一番ねこう、あ、そうですね、さらに上が、はい、イエティクーラーとかね、プレミアムクラスクーラー、プレミアムクラスがいるんですね、まあ、こういったね、はい、断熱は全部クリアして、はい、さらにこう高密度高気密な、うん、
もう肉厚で。肉厚で。っていうのも出てきまして。はい。個人的には、まあさっきこれ2、3000の、うん、まあ4000、5000ぐらいかな、うん、の。次が。まあ大型クーラーになってきますけど、はい、大きいもので、だいたい2、3万ぐらいで、うん、で、さらにこっちが5万、6万っていう。おぉ、上がりますね、一気に。こっちの方には後ほどちょっと触れていきますけど、はい、まあ、こういった感じのマトリックスになってまして、はい、お泊りにはこの辺のクラス、うん、蓋に断熱材が入っているものっていうところをキーワードに見ていただければ、そうですね。はい、確実かなと思います。はい。はい、じゃあ次に。はい。次、適正サイズ。サイズ。大きさがね、どのぐらいがいいのっていう質問も多いんですけど、はい、これはね、難しいですよね。難しいです。特に私たち、まあ、新潟のお店なんですけども、はい、近年どうですかね、一時期、はい、ビールの消費量日本一って言われたんですよね。あ、そうなんですか？すごいビール飲むんで、私たちの感覚が全国的に、ああ、違うかもしれないですね。あのクーラーボックスのサイズとか、ビール持ってる本数と、一致するか分からない、ね、分からないんですけど、ね、はい、まずはやっぱりその今ビールの話しましたけど、はい、飲まれるうちか飲まれないうちか、要するにお酒、いや全然違うと思いますよ。そうなんですよ、全然違うと思いますね、うん、あとはまあビール飲まない派の方もいらっしゃるし、うんうんうん、まあまあクラボックスでいうのはね、はい、まあ、缶酎ハイ、缶ビール、そうですね、あとワイン冷やしたい方もいるんですけど、ね、その辺のお酒をどのぐらいの量を飲むかっていうところなんで、うんうん、いくつぐらいがいいですかって言われても、まず僕はお酒飲みますか、あ、大事です ね、それによって。山本さんはね、たくさん飲むんで、いや、そうです、もう全然こんなもんじゃ足りないと思うんですけどそれで足りないかな一般的にはサイズはまあちょっと難しいんですけども、だいたいまあ家族だったら50コートぐらいが、うん、目安 で、そうですね、お酒全然飲まないとか、あと冷たいジュース持っていかないっていうのであれば、もう一回り小さくてもいいかもしれない、はい、はい、次ですね、タイヤは必要なんですけども、はい、ですね、私はね、あんまタイヤをね推奨しない方なんですよ。あれ、推奨しないんですか、うん、私今ついてるタイヤを、うん、でちょっと入れ替えてみましょうか、入れ替えましょうか、これちょっと下ろして、これで私もらいます、はい、次にこのタイヤ付きの、あ、そうですね、これもね、はい、用意品です ね、 はい、ちょっとね低いんで台置きましょうか、ちょっと、ね、あ、そうですね、ここに下にちょっと台を置いて、はい、これね、イグルのマックスコールドの40って、はい、これもまあ蓋にね断熱材が入ってるタイプで、うん、すごく優秀なんですけど、はい、このホイール、まあもちろんね、はい、運ぶときすごい便利なんですけど、うん、便利ですよ、ね、はい、絶対コロコロついた方がいいっていう方もいらっしゃるんですけど、うん、持ってく現場によっては、はい、大体お外行くわけじゃないですか、そうですね、そしたら、まあ、海とか、はい、バーベキュー場とか、うんうん、キャンプ場じゃないですか、はい、アスファルトはあんまりない現場多いですよねあの芝だったり、そうなんですよ、ね、しますよね、うん、そうすると、うん、例えば砂浜なんか行った時に結局引きずってるだけでタイヤ回ってなかったりとかする場合があったりとかまあそうですね、それもありがちです ね、でキャンプ場行ってちょっとね湿ってて泥なんかあると、うん、タイヤものすごい泥食ってこう隙間とかにね、そうなんですよ、入ったりとかで結局置きたくないとか、その転がしたくないとか、うん、そうなんです、坂道でね良くなかったりとか、はい、あとは最悪無理するとこれ壊れちゃったりとかっていう可能性もあって、あ、そうなんですね、うん、でもう一つは、はい、中開けてみると、はい、あ、中見てみますね、わかります、これですね、中がね、こう段差があるんですよ、ね、タイヤの部分が段差が、うん、この部分がねデッドスペースになりやすくて、ちょっと保冷剤を山本さん入れてみますか、こっち側とかですね、こう斜めになっちゃって斜めになっちゃったり、この隙間に入るものっていうのがあんまりないんですよね、そうなんですよ、これ飲み物入れる時もここだけ入れられないんですよね、ここ斜めになってんで缶が立たないんですよ、そうすると、うん、さっきお話しした隙間なく入れるっていう基本が、はい、この部分だけ絶対成立しないんですよねそうですね、でそう言われてみればそうですね、40コートとか、はい、この40コート38リッターって書いてありますね、なんですけど、はい、フルに物が水運ぶなら別なんですけど、うん、食べ物とかね、その固形物を必ず入れるんで、はい、そこの部分はデッドスペースになるっていうところと、あとはそのタイヤのリスクというか、結局使わない場面がもしかすると多い、うん、なんスーパーとね車行ったり来たりして積むときはすっごい便利なんですけど、うんうん、まあ、なかなかスーパーと車行き来しないかもしれないですね、実際これを引いて歩いてる場面、まあ、花火大会とかね、花火見に行くときにちょっと引いていくとか、そうですね、便利な場面もあるんですけど、買い出し行ってね、まあほら車からスーパーにちょっと転がしてって入れてまた戻るとか、意外とでもその一瞬でしかなくて、アウトドアでもし使われるんであれば、
なしでいいのかなと。いや、まあ、なくても確かにいいかもしれないですね。洗うのも大変なんですよ、そのタイヤ。ね、泥がついちゃう、草むら、草が挟まっちゃったりですね。挟まるんですよ、ここに。で考えると、まあ、他のキャリーとかね、四輪キャリーもありますし、二輪のね、引くやつもあるんで、そういうものにどうしても引きたいときは乗せ替えて、他のテントとか重たいものもまとめて、そういうのは40キロとか運べるんで、そうですね。そういうものの方が、本当はいいのかな、便利かもしれない、ね。なので使われる方のシチュエーション次第です。引いてね、運べる、キャンプ場でもね、ほら、オートキャンプ場でね。そうですね、整備されたところもいっぱいありますからね。でも、オートキャンプ場だと車降りですよ。車つけられるか。そうなんですよ。で、フリーサイトになると道路なんかないから。そうですね。ってなると、あんまりね、確かに私もあんまり引いたことないかもな。いいか悪いかっていうよりも、その使われる現場をイメージしてください。そうですね。これが引いて歩ける場所が、たくさん場面が思いつかれる方は、もちろん楽ちんなんで使ってもらいたいんですけど、いや楽ですよね、引けばね、実際アウトドアしてると案外これ引けるシーンっていうのがわずかしかないんで、そうですね、だったら物入れやすくて、汚れたりとか壊れたりするリスクがないシンプルなものがいいのかなって、なんか私もそんな気がしてきました。なんですよね、今の話聞いたらっていう感じで、必要かな必要かないかは、まあ、シチュエーションで、そうですね、はい、使う場面一回よく考えた方がいいかもしれないですね。はい、考えてもらいたいと思います、はい、いっぱいね、今手元にクラボス実はすごいいっぱいあります順番にちょっと見ていくんですけども、はい、はい、ではですね、はい、次、はい、次は家族で使うおすすめクーラーですね、はい、まあ、具体的にどんぐらいいいのか、まあ、大体今喋っちゃったんですけどそうですね、はい、今いいの出てきましたね、実際に見ていくと、はい、まあ、大体用途に分けてですね、そうですね、はい、2、3人家族おすすめ、はい、3、4人家族におすすめ、断熱重視な方におすすめ、はい、はい、じゃあ実際見ていきます。はい、とりあえずさっき出たやつですね。あ、そうですね。これがね、あれどこ行っちゃったかな、はい、これか。エクストリーム、はい、コールマンですね。ですね。2、3人家族におすすめで、28QT。はい。28コートですね。はい。こちら。お値段もね、蓋に断熱材が入っているタイプとしては、あれ ?5480円。そうですね。結構お手頃なんで。そうですね。28コートで26リッターの表記になってますね。はい。で断熱材がねしっかり入っているタイプで、まあお酒飲まないうち前提ではありますね。いや、そうですね、これはね、うち3人家族ですけど多分お酒飲むのでこれだとちょっときついかな、はい、 で、 ね、でも食材だけって考えれば、はい、あ、ぴったりですね、ぴったりですね、はい、ね、このぐらいのサイズでお酒飲まない3人さんぐらいの家族であればありかもしれない、そうですね、でちょっとキャパオーバーしたなって思った時は、はい、やっぱね、保冷バッグがね今便利ですよね、すごいやっぱ保冷力強い、これも AO クーラーとか、はい、あとはね昔から本当はあの保冷バッグの最高峰といえばシアトルスポーツ、あー渋いですよね、これいいですよね、デザインが、ね、これね、はい、2019年からちょっとリニューアルされて、はい、最近ね保冷バッグでこう AO クーラーみたいに肉厚ですごいこう断熱性高いもの出てきたもんで、あのシアトルの方はこう断熱性2倍にして去年から保冷力アップしてて、へー、 AO よりねいいかどうかちょっと僕も AO はこれ使ってるんですけど実際自分で、はい、ですけど、まあ、構造上やっぱ AO ほどの、まあ、機密とか肉厚はないんですけど、お値段が全然、あ、そうか、値段がそうですね、これ7480円で、はい、エオクラはだいぶこれも小さいんですけど、もう1万円超えてくるんで、ちょっといい値段しますよね、12パックで9680円くらいですけど、あの生産国をね、はい、あの2019年から、まあ、USA とチャイナと2つの製造工場を使っていて、はい、チャイナ製の方を2倍にしたんですよ。うーん、だから実はお値段下がってるチャイナ製の方が保冷力強いっていうのでちょっと意外ですね、意外なんですけど、ややこしいんですけど去年から、あのシアトルスポーツまたさらに強力なクラブバッグになったんで、はい、まあ、こういったものをね、あの7000円とかですますけどあるとすごく便利です。あとはこれね、あの食材ない場合でも、はい、食器入れたりとか、はい、こう立体的に立ってるんで小物入れにすごくね、小物整理に使えるんでガス管入れたりとかね、あ、そっか、はい、とりあえず持っていく感じで、はい、食べ物がねちょっとこっちキャパオーバーした場合はあのこっち使って、はい、食材入れないときは他のもの入れられるんで、うんうんうん、もちろん常温で運べる食材専用とかでもいいですしね、はい、こういったものも使っていただけるとよりこういうものを ね、 ね、あのさっき言ったようにこうびっちり入れた方が保冷力高いんで、うんうん、ちょっとちっちゃめにしてしっかり冷やしてもらって、はい、サブの方と併用してもらうと一番いいんですけど、はい、多分これで間に合うお家もお酒飲まないお家だったらあると思います、多分これだけあれば、うんうん、あとお値段がやっぱいいですね、そうですね、コールマンすごいですね、1万円切るどころかだいぶお釣りがきますもんね、はい、まあ、はい、ちっちゃいですけどね、あ、そうですね、はい、では次に、はい、あ、行き過ぎましたね、はい、3、4人家族におすすめ、入れ替えましょうか、じゃあ、はいはい、これはちょっと手元にないんですけども、はい、さっきのねマックスコールド、まあ、一応これは40コートで、あ、そうか、これがそうですね、はい、一回り小さい40コート、40コートになるとタイヤつくんですけど、はい、やっぱりこのクラスいいですね、実際この40コートもすごいいいですね、
うん、40でタイヤなしがあったらかなりジャストフィットな感じですけど、40タイヤなしないんですね。そうですよね。あ、そっか。でイグルーのもね、やっぱりね、おなじみのクーラーボックスなんですけど、はい、実はね、はい、イグルって世界で初めてクーラーボックス作ったブランドなんですよ。あ、そうなんですか。ここっちが発明しました。へえ、うん。イグルっていう名前もね、アラスカ人の住むあの氷の家がイグルっていうんですよね。へえ。鎌倉みたいなやつ。あの名前が ね、取られてるだけあって。今どうですかね。ちょっと昔はもうアメリカではシェア圧倒的なブランドだったんですよね。日本だとちょっとね、通好みみたいな感じだったんですけど、これもやっぱりね、ご覧の通りこう断熱がね、すごい。そうですね。こっちのね、画像のやつもそうなんですけど、すごい。あの蓋が厚くて、はい、いかにもねびっちり頭にこうね上の方に保冷剤入っていくっていうか、いかにも感がすごいですね。大体2万円ぐらいなんですけど、はい、やっぱりマックスコールドは一つのね、はい、こっちはねあの蓋があのバックルがついてるんで、はい、人が中入らないように気をつけてこれ入っちゃいけないやつですね。これ入っちゃいけないやつですね、はい、しっかり止まるんで、まあ、この辺が 3,4 人家族であれば、うん、おビールも結構入るし、うん、十分だと思います、うん、多分さっき見たスチールベルトもほぼ同じぐらいの、そうです、ね、スチールベルトは54クォートですね。はい、ちょっと大きいのかな、うん、この辺がやっぱりおすすめかなと思います、はい、でその次が、ですね、断熱重視な方におすすめですね、はい、ちょっとこれ一回下ろしまして、はい、これもう一個見本があるんで、はい、それじゃあ下ろしてもらって、はい、はい、これぐらいですかね、これを置きますか、はい、はい、はい、まあこういった、まあ、これに限らずですけどね、これあのオッターボックスの、はい、ベーチャーカートクーラーで、はい、画像はね25クォートになってますけど、こっちはね40クォートかな、大きいタイプ、大きいタイプですね、はい、大きい方45クォート今持ってきてますけど、まあ先ほどちょっとねお話し出たプレミアムクラスですね、うん、お値段も5万2000円とかしてますけども、はい、お値段が全然違う、うん、この辺はイエティとか、はい、オルカとか、うん、みんなねあのすごいあの背の高いクーラーボックスで、うん、まあ、これもそのクラスのクーラーボックスという感じです、はい、断熱性はねあのすごく高いです、まあ、この辺も次ちょっと触れていきたいんですけども、うん、はい、じゃあ次の項目いきますね、いきましょうか、はいはい、気になるプレミアムクーラーですね、はい、じゃあこちらの方にちょっと入っていきたいと思います、はい、大体イメージとしてはこんな感じですね、うん、イエティ、オルカ、そしてあとはあのスノーピークのやつはねグリズリーっていう、はい、アメリカのブランドの OEM 生産しているので、あのこのスノーピークのマークが入っているグリズリーが、はい、あのまあ、アメリカで一番最初にあのこういったプレミアムクーラー、はい、あのハンティングラインのクーラーなんて言い方もするんですけど、うんうん、これを発明したブランドとされています。あ、そうなんですね。で、まあ、グリズリーっていうブランドなんですけど、はい、名前の通りそのハイログマ、うんうんうん、なんかに対応するための、あ、壊れない、もともとはそのこうハンティングとか、はい、サーモンフィッシングとかで、うん、北米のこう山奥なんか行って、うん、ガイドさんと一緒に遊びに行って、はい、あのまあ、スポーツをするためのフィールドで、やっぱりクマがね、そうですよね、そういうところは出てくるときに、はい、持ち込めるあのコンテナ、食品を運ぶためのコンテナというのが、うん、まあ、規制がある場合があるんですね。要するに普通のビニール袋とか段ボールでもするとクマが来ちゃうんで、そうですよね、まずあの気密が高くて匂いが漏れにくいっていうところとか、うん、あとは人間の動作じゃなければ開けられない複雑な構造になっているとか、 あとは軟禁錠がかけられる、あ、鍵をかけられる、これそうなんですか、この穴、はい、へ、そういったものがあの一応条件になっていて、まあ、次いきますと、はい、ベアレジスタンス対応っていうところですね、うん、あのちょっと上の段に書いてありますけど、はい、まあ、もう一個ロトモールドっていうのがあるんですけど、はい、ベアレジスタンス対応、はい、でですね、こういったの規定があって、はい、あのクマに開けられないクーラーボックスであれば持ち込んでいいよとか、うん、そういうものが安心だよというのがあって、一応ね実験があって、あのやっぱり人間の食べ物を漁ったことがあるクマっていうのが、はい、いっぺんねやっぱりこう保護されて、はい、山に返されたんですね、うん、でもう一回来ちゃうと、うん、まあ、マークなんかされていて、またさらにちょっと遠くに運んでって、何回もそれでも人間のところに来るクマちゃんがいると、覚えてるんだ、そのクマさんは施設に入って、はい、あのよく物を襲うクマ、優秀なクマとして、はい、ベアレジスタンスの監視、あの検査員になるんですよ。あ、なるほど。要するに動物園みたいなところに、ね、そういういつも食べ物を取りに来るクマっていうのが集められていて、飼育されていて、面白い、じゃあ君たちこれやってみて検査してくださいって出すと、うんうん、やってくれるわけですよ。あ、そうです、ね、それは何十分かの攻撃に耐えたものが、うん、レジスタンス承認を受けて、へ、もちろん、まあ、人間の決めた規定もありますよね。何センチ以上の厚さがあるものとか、うん、あの気密がいいかとか、うん、そのロックがしっかりしてるかとか、うん、そういったものをクリアするために、はい、あの一つのあのキーワードがロトモールド製法でもう一つありますね、はい、2段目の方ロトモールド、はい、持つとやっぱり重たいですよね。いや、ちょっとこれ重量感あります、うん、ちょっとオッターはね、うん、軽く仕上げてきたんですけど、実際その立体成形のあの継ぎ目がなく、はい、一体で作る製法、一番強度が出るものなんですけども、そういったものを採用しているというところで重量とコストがかかっている、はい、っていうところが
あのさっき言った5万円オーバーのクーラーボックスの秘密というところがあって、はい、なるほど、もちろんあのその、ね、奥にこう、ね、あのトリップというか、はい、何日間もそのハンティングやサーモフィッシュが入るんで、うん、保冷力ももちろん断熱層がすごく厚くて、うん、あの丈夫にできてるんで、うん、あの結果的に日持ちがするクーラーボックスというのがあるんですけど、お値段に対してはやっぱりそういったあのベアレジスタンス対応するっていうところが結構コストがかかってる感じですね、はい、ちょっと開けてみましょうか。開けてみます。はい、はい、こんな感じで、まあ、こういうねトレーとかがついてるのも多いですね。こういうやつあると便利ですよね。ちょっと小分けにする、まな板入れるスリットがついたりとか。へやっぱ肉厚ね。これちょっとまあヘリも出てますけど、まあ、この厚さが、うん、厚さがやっぱり全然違いますね、うん、実際こんぐらいある感じですよね。色成形綺麗ですね。オッターボックスとか。そうですね、うん、蓋もすごく分厚くなっていて、はい、こういったところがねやっぱりお値段の秘密なんですけど、うん、やっぱり頑丈で信頼性の高いクーラーボックスの条件という感じになってきていて、うん、そうですね、あとですね、はい、ちょっとまあこれと、はい、もう少しこれらに近いもので、はい、ちょっと下ろしていいですか。これ下ろしますか、うん、はい、あの新しいもの出てきていて、そっちのやつこっちですかね、はい、これはねアイスランドクーラーですね。でこの辺はねちょっと若干お値段が手頃なタイプの、はい、クーラーボックスなんですけども、パッと見ねさっきのねイエティとかオルカとか、うん、オタに近い感じなんですけど、うん、あの違いはベアレディスタンス取ってないです。検査かけてないですけども近い感じでね、まあ、一応こういうね、はい、ロックがかかる穴が開いてたりとか、うん、まあこれはね、まあ、ちょっとクマには開けれそうな構造なんでベアレディスタンスは、ね、バーンってやって開くんで、うん、取れないかもしれないんですけど、まあかなりあの丈夫なロックがついていて、こういうね、あ中にこういうトレーとかまな板もこれ入ってるんですね。トレー取ってまな板使いたりとか、はい、ここジュースホールダー ここにかけられるんですね。あいいですね。こういうのついてるんで、うんうん、あのお値段はねこれでいくらかな、いくらかな、29,400円とかなんで、はい、まあ半額みたいな感じですけど、うん、あ全然悪くないと思います。そうですね、うん、あのパッキンもちゃんとこういうとこ入ってるんで、うんうん、肉厚はねちょっと負ける感じはありますんで、うん、でもだいぶしっかりしてますよね、うん、この辺もいいです、うん、いいですね。あとはねもう一個じゃオレンジのやつ、オレンジのこれですね、はいはい、これなんかねオレゴニアンキャンパーのキャドクーラーですね、はい、これ27リッターですね、はい、これももう少しこうなんですかね、ライトにした感じの、うん、ロトモールド製法って使ってるんですごい頑丈さはあります。そうなんですね。ただロックなんか鍵かけられないんで、本当やっぱキャンパー向けに、うん、ハンティング向けではなくてキャンパー向けに作ってる感じですけど、実際全然いいと思います。肉厚もね、うん、さっきのアイスランドちょっと薄い感じじゃないですか。ちょっと薄いかな、うん、でもしっかり、うんね、ちょっとマックスコールとかよりもちょっとねこういうところもちょっと発泡スチロールになりますけどパッキンもついてます。あここがね、うん、はい、で標準でこのトレーとまな板がついてるのかな、ついてきます。はい、なんでこれはこれでね、うん、全然いいと思います。お値段はこれで 19,800円、うん、実際ねこの辺が取っ手をこうやって2つでこうやって2人で持つ感じです。そうですね、うん、両手でも持ってますけどこの辺のキャドクーラーねもう少し大きいやつもありますし、はい、最初に買うんだけど、はい、あのプレミアムまでいけないとか、うん、そうですね、でも最初だとねちょっといいやつが何か高いものがいいっていう場合だと、今だとあのキャドクーラーとか、うん、アイスランドクーラーっていうのもありかもしれないです。そうですね、一般的には先ほどのマックスコールドとか、うん、エクストリームも蓋に断熱材が入っているので、うん、十分かなとは思います、はい、でこういったねいろいろ種類があって、はい、まあ、あのどれがどのぐらい冷えるのってよく言われるんですけど、うん、まあ、みんないいです。みんないいで で保冷の実験ですごく難しくてそうですよ ですね。これはですね、はい、あのこちらオッターボックスですね、はい、国内の、ね、機関でこう検査した結果が出ているんですけども、はい、こういったものこの場合はね確か、クーラーの容量に対して 60% ぐらいの氷を入れて、はい、それを何日間で、あの室温が何度っていうのを何日間も14日間とかやってますね最終的に ね、 いですね。こういった検査があった上で、はい、どのぐらいの保冷力、うん、保冷性と得点がついてるんですけど、ちょっとあんまりね、あの社外秘ということなんで、うん、ちょっと抜粋してあんまりお見せできないものなんですけども、
こういった基準があって、他のクーラーもね、うん、あの5 days とか6 days とかいろいろ書いてるんですけど、うん、アメリカで検査すると全然内容違ってくると思うんですよ。あ、そうなんですね。で、検査の仕方とかも違うし、はい、うんうん、どの状態に何どのくらいの得点を与えるかっていうのも違ってくると思うので、うん、非常にデリケートな問題なんで、そうですね。ちょっとね、どっちが冷えるかっていうのは、難しい。ちょっとお答えしかねるというか、うん、はい、まあ、ちょっとね、さらにこうメーカーならではの工夫もちょっとあったりするんで、はい、お店で声かけてもらうとね、ちょっとこの辺はこういう風な部分でいいかもねってなるんですけど、基本的にはこういったね、製法の違いとか、はい、断熱の仕方っていうのが基本が分かっていれば、はい、いいクーラーボックスが手に入りますので、うん、はい、ご参考にしていただければと思います。はいはい、ではこういったところで、今回以上となります、はい、クーラーボックスの選び方、はい、これね、これから暖かい時期になりますけども、そうですね、バーベキューとかね、キャンプとかね、うん、美味しい料理をね、美味しい料理とキンキンのビールと、キンキンのビールと、はい、飲んでいただければいいと思います、はい、はい、では以上となります、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。